お疲れ様でした。市議会議員候補の川名雄二です。対話と熟議でこの武蔵野市をもっと良くしていく、もっといい未来を皆様と一緒に作り上げていきたいと考えています。どうぞ皆様の力、川名雄二に託していただきたいと考えております。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。お疲れ様です。この対話です、あるいは議論をしていく、これは実は大人だけで行うべきではないと考えております。この4月に子どもの権利条例が制定されました。子どもの意見を聞いていく、それは大人だけではなくて、この社会全体で子どもの意見を聞き、そして最善の利益をみんなで作っていく、こういうことを考えていく条例だと私は考えております。実はこの子どもの意見を聞くというのはとても大切だと思っています。武蔵野市は長期計画として最上位計画があり、この計画に基づいて毎年の市政運営ですとか予算の制定が、予算の策定が続いております。この長期計画に子どもの意見を入れよう、子どもも参加しようということも議会で提案させていただきました。実は他の自治体で子どもも一緒になって計画作りをしている、これは山形県なんですけども、こういうことを参考にして議会で提案させていただいたこともあります。大人と子どもが一緒に議論することによって、実は子どもも理解できますし、大人も子どものために頑張ろう、こういう相乗効果が生まれることが確かに、相乗効果が生まれることになってきます。武蔵野市ではまだ子ども同士の議論、子ども同士の会議ですけれども、これを大人と一緒にやってもいいんだと思います。お疲れ様です。大人と一緒にやることで互いが分かりますし、一緒に未来を作り上げていく新しいコミュニティも生まれるかと思っています。どうか子どもも一緒になり、そして武蔵野の未来を作る、そして未来を担う子どもたちと一緒にこの市政を進める、議会を改革していく、その先頭に皆様のお力で川名雄二を選んでいただければと思います。今度の日曜日が投票日となりますけれども、期日前投票はもうすでに市役所で始まっています。武蔵野プレイスでは明日から始まりますので、どうぞ皆様貴重な一票を大切に使っていただきたいと思います。はい、すいません、どうもありがとうございます。はい、どうも、明日も来ますか？明日も夕方やってますか、はい、どうぞお越しください。はいはい、私は情報を発信するってことを中心に活動してきました。もともとフリーランスのライター、カメラマンもやっているんですけども、そういう経験もあるものですから、物事をこう調べて、そこを要約してまとめて分かりやすく伝える、こういう仕事をしてきました。その情報をもとに先ほどお話ししたんですが、住民の皆様といろいろ対話していくっていうことを続けてきたんですけれども、今その情報が非常に揺らいでいる、そういう危機感を感じています。住民投票のところでもすごいそれが一番問題だと思ったのは、確かな情報ではないんですよね。ねじ曲げられた情報をもとに、それで元にして何か大騒ぎになってしまう、逆にその間違った情報を信じてしまう、あるいはあえて間違った情報を出してしまうことによって市民が混乱している、そういう状況を私は目の前にいたしました。同じ市民でも考えは違いますし、主張も違う、それは当然なことなんです。だからそこをお互いに議論していくことによって、解決策、最善策を見出していくということが必要なんですけれども、どうもその間違った情報、あるいは自分の都合のいい情報を前面に出して、その情報っていうんですかね、自分の考えとは違う人たちを徹底的に叩く、潰す、批判する、挙句の果てには自宅まで押し寄せて攻撃する、こういうことが起きてしまった。これって本当はやってはいけないことですし、こういうことではもう日本の政治おかしくなる、それよりかこの武蔵野市がダメになってしまう、そういう危機感を感じています。ただそれはなかなか市民の皆さんには伝わっていないなというところも実感があるんですよね。で、住民投票のところでも、実は議会の中でもう少し議論をしたいという考えもあったんですけれども、やはり街宣車が市役所に押し寄せる、市役所にいろんな攻撃、電話もありますし、いろんなことがあってしまった、私たち議員にもそうなんですけども、冷静に議論する、そういうことができなくなってしまって、ここは結論をつけるしかないよねということで、あそこで採決となったわけです。本来はいろんな課題があるんであったら、議会議員のみんなで議論する、その中で市民の皆様の声も聞きながら、最善策は何になっていくかということを決めたかったなと感じています。そういう意味で今回の市議選で考えていくと、
議論できる議会が作れるのかどうか、市民の皆様と、これは意見も違う市民も含めてですけれども、対話できる議会になれるかどうか、ここが一つ大きなポイントになっていると考えています。今候補者の中で一定の考えを持っている方もいらっしゃるかと思います。相手を攻撃するのではなくて、相手と一緒に対話をできる、そういう候補かどうかを皆さんも考えていただきたいなと思っています。このことはどういうことかと言いますと、これからの市政、いろんな課題があります。こんにちは。例えば財政だっていつまで豊かではない、いろいろなことを削っていかなくてはいけません。市民サービスを減らすときに、じゃあどうしていくか、いつの間にか誰か決めるんではなくて、市民の皆様と一緒に、ここはちょっと我慢してこっちのサービスは残そう、あるいはもうこれはやめてもいいんじゃないか、こういうことを議論しなくてはいけないかと思います。こういうことを議論するためには、お互いが敬意を持って相手のことを理解して、そして対話をする、こういうことが必要なんですけれども、相手を罵倒しているだけですとか、自分の意見を言っているだけでは、はっきり言って議論にはなりませんし、市民の皆様には全く役に立たないことになってしまうと私は考えています。今回の市政、未来を決めるとても大切な選挙になってきます。この市議会議員選挙、そういう議論できる議員なのか、あるいは対話ができる議論なのか、どうか選んでいただきたいと私は考えております。